二人はどうしてそこまで一緒になりたいの？それはまあ、それが私たちの心を救ってくれるからよ。私たちは今テレビに出ている。タレントでも女優でもない。ほとんど同じ顔で同じ髪型、同じ服を着た二人が女優やタレントだったらそれはそれで面白そうだけど、私たちは双子のインフルエンサーなの。 SNS で有名になってテレビ局から声がかかったってこと。初めて私たちを見たら一卵性と思うかもしれない。でも実は私たちは二卵性ソーセージなの。一卵性ソーセージじゃないのにこんなに似ることがあるの？そう思うかもしれないね。似たんじゃないの、似せたの。2000万円かけてね。ヒロヒロ探偵団。せーのでマスク取るよ。いい？うん、いいよ。せーの。私たちが初めて整形をしたのは今から7年前の18歳の時だった。腫れててよくわかんないね。ダウンタイム中だからね。1週間くらい経たないと似てるかわからないね。楽しみなような不安なような。大丈夫だって、有名な先生なんだから。全く似ていない私たちは一緒に美容クリニックに行って同じ形にしてほしいと先生にお願いをした。本当は目から整形したい気持ちがあったんだけど、唇が一番似てなかったからね。だから当然腫れ方や術後の状態も全然違った。本当にちゃんと同じ唇になるのかすごく不安だったんだ。1週間後。うわ見て、同じ唇だよ。本当だ、すごいそっくり。あの先生にお願いしてよかったね。うん、私たちの不安や心配は全て杞憂だった。望んだ通りの形になって私たちは舞い上がった。何度も何度も鏡を見てその度にうっとりする。ねえ次はどこを整形しよっか。次は胸かな。いいね、二人でボリュームアップしちゃおう。そしてその結果に満足した私たちは整形の魅力に取りつかれていく。一卵性ってどんな気分なんだろうって思ってたけど、思ってた以上に楽しいね。幼少期は何かと苦労しそうだけどね。ちょっと大きすぎかな。そんなことないよ、バストが小さいのが悩みだったんだから。見慣れないだけだよ、もっと喜ぼうよ。そうだね、ずっとなるみの胸が羨ましいって思ってたから嬉しい。私たちはそれからも一緒に美容クリニックに通い、同じ形の胸を手に入れ、鼻や目も同じ日に整形を行った。ダウンタイムに何ヶ月もかかることもあったけど、徐々に似ていくのが楽しくて嬉しくて整形をやめようとは思わなかった。あなたたちまた整形したの？そうだけど。そんな悲しい顔をしないで。別に今までの見た目が不満だったとかそういうことじゃないの。いいのよ、母さんは整形してほしくないわけじゃないから。ただ整形ってリスクがあるでしょ。時には失敗して死んでしまうこともあるから、それが心配なの。お母さん、あなたたちがもともと持って生まれた顔で辛い思いをしなければならないのだとしたら、整形をして幸せな人生を歩んでくれた方がいい。あなたたちの幸せが親の私にとっての幸せだから。ありがとう、本当にありがとう。だからね、整形に失敗して悲しい思いをしてほしくないの。お母さんの気持ちはそう。だからそれを心に留めておいてね。私お母さんの子供でよかった、本当に産んでくれてありがとう。そう言ってもらえる日が来るなんてね。あなたたちが辛い思いをしている時に何もできなくてごめんなさい。お母さんは私たちの整形に理解を示してくれた。それと同時にとても心配をかけてしまっていた。でも整形をやめようとは私もなるみも口にはしなかった。だって整形をすることで私たちは互いに救われて幸せな日々を過ごしているから。お金も両親には一切助けをもらっていない。今月も安定して稼げてるね。これならすぐローンも返済できちゃいそう。そうだね、まあいつまで続くかわかんないけどね。貯金もしっかりしておかなきゃ。もともと私たちは学校を卒業してから双子のストリップダンサーとして夜の世界にいた。だけどまあこのコロナ禍だから当然解雇。ローンが払えなくなると一瞬心配したけど、今はオンリーファンズっていうサブスクリプション型 SNS に毎日動画や写真をアップして毎月150万円以上稼げているから、整形の時に作ったローンも全く問題なし。まあこんな風にダウンタイム中の顔もバッチリ載せてるから、面白半分で見ている人や整形依存の人も多いんだけどね。でも実際に整形して自分の人生を変えたいと思っている人たちの励みになっているなら、それはすごく嬉しい。だけどテレビに出演した私たちも今はちょっとだけ炎上中なんだよね。その理由は私たちが陰部の整形をしたから。外見を変えたいのにどうしてリスクを負ってまでそんな場所まで一緒にしたいの？二人はどうしてそこまで一緒になりたいの？それはまあ、それが私たちの心を救ってくれるからよ。陰部まで整形というのはさすがにやりすぎという声が相次いだ。でも私たちがそこまで一緒にしたいのはそうすることで心が救われるからだ。今までもずっとそうだった、心が救われるから。最初から今日までそれが変わったことはない。分かっているんだ、二卵性ソーセージとして生まれた私たちは骨格も違う。だから完璧に同じになることはできない。それでもできるだけ努力したかった。どうしてそんなに救われたいの？何に救われたがってるの？そんな
な声もたくさん上がっている。確かにそう思われるのも当然だ。だってそれを私たちは詳しく説明してこなかったから。私たちが整形をしようと思ったきっかけはいじめだったんです。これは初めて言うので驚く人も多いかもしれないけど、私たちはひどいいじめに遭っていた。それを救ってくれたのが整形だったの。そう、私たちはお互いを似せることでお互いをサポートしてこれた。お互いの存在、そして一緒に整形することによって私たちの心は救われてきたんだ。手術する前の方が可愛かったのに。これ整形の失敗例じゃね？一卵性双生児みたいになりたいらしい。だけど所詮偽物、全く似てないじゃん。心の病気としか思えない。 SNS ではいろんな声が飛び交っている。でもそれでも私たちは整形をやめることはないと思う。自分たちが満足する日が来るか、あるいはどちらかが整形によって命を落とすまではね。でも心の病気というのは否定しない。だって私たちはそれ相応のひどい仕打ちを受けてきたんだから。私たちの過去についてはまた別の場所で話すよ。あなたは私たち二卵性双生児の整形手術についてどう思う？この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。